タートー。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。プレミアムチャンネル V のプレミアリュートです。てー言えよどうぞ。うん、まずボールです。とりあえずチャンベ君は運動したくないということで、今引きこもってます。家に。ああいう人は将来とんでもないことになります。ってことで、お腹が空いた。うん、なんだない。ってことでお腹が空いた。そして、こちらのボールはもう今月生活できないの。誰がね。ってことで、ボールは金欠になったそうなんで、私が今回はもう私のおごりみたいなもんですよ。ってことで今回、まあサムネのタイトルにある通りなんですけれども、ということで今回もまた新商品が出ました。それがこちら、ペヤング焼きそばネギ塩マヨとネギラー油でございます。多分同じ関連じゃない、同じ時期に出たから多分同じ関連でどっちもネギがあるんだと思います。一回じゃんけんにする。じゃんけんしようぜ。よし、じゃんけんにしましょう。出さなきゃ。待ってよ、最初はグーじゃんけんぽい。はい、俺か。はい、ダメだ、マヨネーズ嫌いなんで。ってことで早速こちら開封していきたいと思います。俺も開けた方がいい。そう。オレンジなの？こっち。あ、緑だ。こっちのネギラー油の方がオレンジで、で、ネギ塩マヨの方が緑です。緑はね多分初めてだと思う。こっちは結構よく見る。ってことでまずは開封なりを。オープニングはテキストブックなり。オープニングはテキストブックなりよ。おー、あー、なんかソースの入れ物はペヤングエスとかアップルパイみたいな色してる。あ、これがマヨネーズか。なんかマヨネーズなんて言うてペヤングシリーズの中で初めて俺見たわ。火薬はね、あー、めっちゃネギ。さすがネギ塩っていうだけあってめっちゃネギ入ってます。もう全部ほっぽネギです。ラー油の方は、あ、でも火薬、一緒ぐらいじゃない？一緒ぐらいじゃね、火薬。そっちの方が、あ、ラー油かな。あ、ラー油はなんか普通に、あと入ってない。おいしそう。それで以上。え、これだけ？あ、そうか、前に入ってないからか。それじゃあまずは火薬を入れていくなり。お湯投入イン。うわ、めっちゃこぼれてる。お湯足りるよね、まず。ネギラー油、お湯投入イン。今回はね、もうちゃんと火薬忘れずに入れたんで大丈夫っしょ。腹減った。マジで、なんか美味しそうだね。でもこの久しぶりにペヤング食べると美味しそうに見えるぞ。もう変わんないね、どっちも。もうどっちも変わんねえよ。ってことでこっからソース入れていくか。こっちはラー油で、こっちは塩。うわっ、塩塩塩、海だよ。別にモザイクするから。あ、食べる、ご飯にかけてさ、食べるラー油わかんない。ああ、確かに。なんかどっちかって言ったら餃子みたいに。うん、いいよ、ほんと、海の塩だよ。言ってることがよくわかる。赤っ、赤っ。ほぼラー油の、ラー油。あ、最後なんかちょっと、そこだけ見たらすごい辛そうに。え、なんか硬くて、なんかすごいドロドロしてんだけど。塩だからじゃない。ちょっと、なんかわかんないけど、すごいなんかドレッシング、野菜ドレッシングみたいな色してる。どこの塩みたいなやつ。それ色あれじゃない。あ、やべ、ネギ多すぎて落ちた。いや、色変わんねえんだけど、このペヤング。ボールの方のネギラー油、多分マヨネーズ入れない方がうまいよ。マジ辛くはないけど、なんかラー油って感じ。ラー油の味もしない。なんだろう、未知数で。本当に例えるならこれはトーシュマックスみたいな。こんな油ディッシュじゃないけどガチトーシュマックス。なんとも言えない。次俺はこちらマヨネーズぶっかけていきたいと思います。いただきます。あ、うん、ペヤングやつはマヨネーズだね。うん、全部マヨネーズ。なんか塩の味全然しない。マヨネーズし、みたいな評価ちゃったらよかった。ということで、ボールとプレミア流完食しました。なんか感想としましては、こっちのネギ塩マヨはマヨネーズかけなかったらどうかな。そう、うん、なんか岩盤の塩。ラー油は本当にラー油かけてそのまま味なかった。味ないね。
ということで、今回こんな感じで終わりにしたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。次はなんちゃってスモ風味で会いましょう。せーの、バイバイ。最後まで動画を見てくれてありがとう。最新動画、関連動画は上のボタンを押してくれよな。チャンネル登録、高評価よろしく。それでは、せーの、バイバイ。